さあ、時刻は11時30分を回りました。本日の相手は清水美智子です。早いもので今年もまもなく折り返し地点でございます。ズン、ナイツ、ハライチさんも忙しいということで、今回は この方になってしまいました。よろしくお願いします。どうドラッグドラゴンの鈴木です。ですかその言い方。なんか、ちょっと聞いたんだけど、最近体重を落としてて、飲みに行ってもご飯食べないし、ちょっとなんか面白くなくなってんですよっていやいや、そんなことはないですよ。の人だ。いや、それを言うんだったら元から面白くないっていうだけで。そんなことはないですよ。変わってはないです。でももう8キロぐらい落としましたよ。 そうなんだでも、はい、わかんないねそうなんですよ。ね、あんまり、でも若干方がこけてきたっつうぐらいで、もともとがずっとほんとこけまくってて。 犯罪者みたいな顔してたんで。顔がね。はい。本当はふっくらして、なんか可愛らしい赤ちゃんみたいな顔になってきてたんですけど。相方みたいな顔になっててたん。そうです。相方みたいになったら本当羨ましいよな。<laughs> 犯罪者の顔というより、被害者顔じゃないああ<ー>、そうです。どっちかっていうとね。ねもともとはメグかけてなかったんです。なんでかけたかっていうと、うん、事務所の副社長に、 あの、お前、家で、その爆弾作ってそうな顔してるから、ああ<ー>。そんな危ないから、メガネかけろって言われて。うん、余計爆弾っぽいけどいや、そんなことはないですよ。<laughs> そんなことはないですよ。もう相当これだってオブラートに可愛くなってるはず。そうなんだ。<laughs> はい。でもさ、痩せるのってすごい大変だよね。<laughs> いや、っ1キロがどれだけ遠いかって。もう、だって米も、 えと1か月ぐらい食ってないんですけどあ糖質などがだ好きそうです糖質と炭水化物抜いてるであのなんか今ライズアップって知ってますが月30万ぐらいかかるスポーツクラブ行ってるんです へ<で>それはそのテレビの企画でねそうです痩せなかったら、うん、えと全額お返ししますっていうところなんですけどすごいすごいね食事の管理写真撮って送ってくださいって言って写真送って毎回でこれとこれは食べちゃダメですこれはダメですって言ってダメ出し送らんんですよへえじゃあマンツーマンだマンツーマンで個室なんです<ー>まあこここきついんですよ個室でその筋トレやったり 2人きりでやんなきゃいけないからね、2人きりで、むっくむっきの人にですね、へじゃあ、ものすごく寝れるでしょう、はい、夜寝ますね、あれ、だから俺、もう今、1000人みたいな生活してて、ね、あだから食べない、筋トレ、はい、寝るみたいな感じ、はいはいはい、で、あまりにも、ふらふらになりすぎちゃって、うん、で、言ったら、その炭水化物と、まあ、油分もちょっとは取んなきゃだめなんですって、うん、だから、もうふらふらになってるって言ったら、それ、ちょっと低血糖症のか、 可能性がありますからって言われて、あ,あの、ナッツを5粒食べていいですよ <laughs> リスじゃん。リスなんですよ、本当に。こ <laughs> んな辛い生活をずっとやってますよ。ナッツのオイル分ってことそうです、それだけで、だから今しのいで。<ー>でもナッツ5つで、うん、シャキッと戻りますね。本当はい。 本当に頭回んなくなってたのが、もうナッツ一つで、だいぶ割れへえその中にくるみ入ってるなんかさ、読んだんだけど、くるみってさ、脳みそみたいな形してんじゃん、はい、本当にブレインフーズって言われてて、はい、あれのオイルってものすごくいいんだってね、はい、あそうなんですね、回、うん、るようになるらしいけどね、いつ、そう、5粒でやっぱ違うんだ5粒でもうあの、みずみずしい体を手に入れて、頭の回転も良くなって、はい、すごいね、制限するって、そのこと感じられるんだね。はい感じ あと何でもうまいですね、飯が。あっ、飯がてた。ごはんじゃなくて、夜ご飯んとか、夜ご飯がまあ美味しくて、それも草しか食わしてもらえないですよ、サラダみたいなもんバカはい、それも、人参とか玉ねぎだめなんです、それが糖質糖質がすごい多いっつって、ほんなもん一緒だろうと、だから本当に草しか食ってないから、餅とか、葉っぱものか、ブロッコリーとか。 へーね、根っこのものはもうダメなんだ根っこだめです、根野菜だめで、まあだからもう今、あのラーメン食べたくてしょうがないですし、うんなんかやっぱでんぷん質っておいしいよね、つくづく、でんぷん、そう、でんぷん質ですねだからあの、釣りやる時に、うん、そのでんぷん質の粉をまとめて、うん、魚にあやるんですよ、魚寄せるために、うん、はい。 それがもう食べたくなっちゃって食べたくなっちゃって。自分でやって、はい。もう丸めたそれを俺が食べたいと思っちゃって。すごいね。その結果はいつ見れるんだっけ結果8月過ぎぐらいですね。ちなみになんて番組えっと、わらがみさまって内村さんの番組です。すごい。そう、ストイックにやってんね。でも、そんな中先月は海外ロケ行ったって。行きました、行きました。どこ行ってきたんですかカナダですね。いいなぁ。はい。食べた鮭。鮭はいい 鮭は食べましたけど、その時はまだ今みたいにきつくなくて、ステーキ食べていいっていう。はい。いだから朝昼晩ずっとステーキ食ってたら、あの、加減ってものを知らないのかって怒られて。<laughs> <laughs> あの、カロリーの方を考えろって言われて。<laughs> あ、そう、はい。そうなんです。でもステーキだけでも6キロぐらいゴンと減りましたあ、そうはい。もう飯食わないで朝昼晩ずっとステーキで。えー、やっぱり糖質ダイエットって効くんだね、はい、じゃあ。きます。 はい、<ー>カナダ行ってきましたよ。よそうなんだ。はい、私の担当してたえっとディレクターさんも、はい、えっとビールを糖質オフに変えただけで2キロ減ったとか言ってて。はいはい そうなんだ。痩せますよ、痩せます。はい。で、なんか、ビーバー、その、海外ロケでは、ビーバーの生態を調べたって。そうなんです、ビーバーの。動物超好きだから、ものすごしい。そうなんですね。うんうん。あんなもん、あんまり言まあ、言っちゃあれあんなもん良くはないですよ。なんでくっせえすよ。いいじゃん、別に。動物はみんな臭いですよ。そうですかそうだよ。クマだってさ、臭い。まあまあ、熊も臭いでしょうね。 猫だって臭いよ。猫臭いです。犬もはっきり言って、あの、吐息あっいて思うとき、あの、この講習はって思うとき、殺し気かってときありますけど、それでも可愛いからね、やっぱり。まあそうですね。僕飼ってた、昔本当に犬飼ってたときあったんですけど、それがまあ、その時はまだ犬好きだったんで、っぱ今も好きでしょ今は嫌いなの今嫌いですもん。なんでよぬほど噛まれるんですよ、僕。犬に。犬もわかるんだね、やっぱ。 何すか分かる。<laughs> 気がついた。<laughs> <laughs> 今僕が分かりましたよ。<laughs> 何なんですか <laughs> 噛みついた。髪に手を噛めれた、はい。あの、やったら噛むんでね、クラスであの体育やってる時も、 学校でよく昔犬って入ってきたじゃないですか。うん、昔はね。はい。うんうんうわーってこうみんなの中に犬が突っ込んできて、か、うん、む犬で有名だったんですけど、うんうん、それがバーってきてみんなが避けたんです。うんうん、したら真ん中にいた僕の足元にパッて手を組みついて腰を振り始めたんですで、子供の頃なんだか分かんないんですよ。<laughs> そしたたら先生が怒ってての犬を地面叩きつけんですひどいね。今なら炎上。今ならもう、相当問題ですよその先生がってなるよね。そうですね。3十もう、5年ぐらい前の話ですかね。だけど、そういうこと起こる人ってのはさ、じゃあその犬どうしたらいいんですかって、しばらく我慢してろみたいな。そうそうそう。そのまま立って。今だったらそうなんでしょうね。我慢してなきゃいけないですよ。僕大悟、そこまで知らないだって。 でもビーバーってさ、はいいあの、結構なんていうの、人気者じゃん、はい、まあ可いいしね、頭、はい、もいいんだよね、確かに、うん、家作ったりとか、ダム作ったりとか、でも結構、カナダでは大変な感じになってて。 ダムを作りすぎて、そのダムをこう決壊しちゃって、あの、氾濫しちゃったりとか。そんなに作んないすんごいんですよ。そのせき止める量が。あ、じゃあビーバーとしてはダム作るつもりなの家を作るつもりで、だあの、ダムになっちゃったじゃなくていや、ダムを作るつもりなんです。水を止めて。<laughs> すごいね。だからとんでもない害、害獣なんですよ、あれって。あ、害獣なんだ。はい。人間に害を、 はい,い及ぼすすんですよだから、あの要は水の中に自分だけ家作ってそこだとクマに襲われないとだからダムを作るんですけどあそ,うそのだからダム作られてもう水氾濫しちゃうから人間が毎年毎年本当は殺してたんです昔はでも最近は人間も考え出してあそのダムをちょっと自分たちで壊しちゃいいんだ元からっつって水が溜まる前にって言って<ー>今はもうそうやってダムを壊しがかり屋さんがいるんですよ。 そうなんだ、はい、ショックだね、はい、あの子たちほら一本一本すっげえやっていきますけど、うん、僕なんかがもう切れないようなすっごい太い木とかも持ってきてやるんですけど僕なんかも僕なんか人間がもう切れないようなでっけえ木を刃で切ってああ自分で倒してそれを持って運んでそれをダムにするんですけど。<laughs> <laughs> まあ、そのダムを人間が壊す、壊す。<laughs> 一生懸命やってるのを人間が壊しに行く。<laughs> それも生態系みたいなもんだよね。はあ、そうです。そうなんだ。鈴木壊してみろって言われて。一生懸命作ってたの、映像を撮ってたのをまた、まあ、あの、止めてそれを壊しに行ってっていう。それなロケでやってきたのロケでやってきました。<laughs> そうか、それ、なんかちょっとショックな映像なんですけど、<laughs> やっちゃいけないようなことしてるような感じがするんですか <laughs>、はい、でも、ちゃんとそれがある方が危ないっていうああ、そうだ,、ねはあ、だから、熊に、 あの出会ったりとかオオカミに吠えられたりとか半端なかったですよロケ自体はよくあの、はい、調子に乗る人いるけど、はい、クマには出会ってないと思いますよクマに出会いましたよ同様じゃないんだから、はい、本当ある日あの森の中であのあの清水さんね普通にクマいるんですよ公園にいることは分かってるけど、はい アスファルトの上、リス歩きまくってますし、カナダ半端ない国ですよ。本当。はい。だってゴミ箱に野良熊がいっぱい出るんですもん。あ、本当野良熊って言うの熊の爪痕だらけ、ゴミ箱が。鉄の、鉄の、はい。あの、箱がもう爪だらけなんですよそうなんだ。はい。もう全然いるんですよ、野良熊。へえ。はい。あまた熊出たねって、ちょっと今熊いるからやめとこうとか。あでも、あの。日常会話としてあるんだ。はい。 でああ野良鹿だとか、野良ビーバーだとか、本当にじゃあ、鹿もビーバーもクマもそんなにびっくりしないっていう感じの頻度なの、はいはい、そうです、野良狼もいますし、<ー>はいもうまあ、外にいるから全部野良なんでしょうけど、まあまあまあそうだね、<laughs> でも、はい、生のクマ見たっていう芸能人、ちょっといないんじゃないいやー、でも、こっち側の人数の方は多かったです。で、クマがばーって通り抜けたんです、うん、カメラマンさんの後ろを、うんうん、だから見てるのは僕だけなんですけど。 だからスタッフさんがこっちらの人数多いからダーッと逃げて向こうへくれたんですけど、うん、本当あれ僕は一人とか少人数だったの襲ってくるらしいんですよそうだったらいいのになそれではそろそろちょっと何なんですかそれ「ジュンブライドの季節あなたの結婚式体験」を大募集清水ミチことドランクドラゴン鈴木拓のラジオビバリーヒルズ <laughs> えー、まずはリクエストの募集からしてもらいたいと思いますはい、はいえー、12時台にお届けするリクエストコーナー 音楽同情破り、うん、ジューンブライドのシーズンということで今日のテーマはズバリリ結婚式リクエスト<お>あなたが挙げた結婚式や披露宴の思い出からあなたが呼ばれた結婚式招かれてもないけども出てみた結婚式のエピソードなど結婚式にまつわるエピソードにリクエストを添えてお寄せくださいくさんは結婚式したのやりましたへあの普通に 普通に、はい、あの和,和式じゃないや <laughs> あの、クソみたいにのやってください <laughs> クソって言っちゃった <laughs> トイレみたいにチャペルであやりましたチャペルでそうなんですね、はい、何年前の話ですかえーっともう11年前ですねあっホじゃあ、はい、もう10年も過ぎてはい、もうカスカスです結婚生活は <laughs> <laughs> みんな同じこと言います <laughs>、はい、リクエストが採用されたあなたには山大のおいしい手織りうどんをプレゼントします受付メールアドレスはヒルズアットマーク1242ドットコムまでまた FAX の方は番号が0 5 7 0 0 2 1 2 4 2番までよろしくお願いしますそんなこんななこでで今日も時ま生放送,生放送